自動車レースの世界では最高峰の F1 から F2、F3 などどのカテゴリーにおいてもやはり強豪チームがタイトル獲得の最有力候補といえます。これまで彼らが培ってきた経験、そして資金力はマシンの戦闘力、レースでの戦略面で生かされ、ドライバー本来の才能を最大限引き出すことができるのです。当然ながら中団、下位チームであっても、ドライバーの速さがあれば勝つこともできますが、長いシーズンを通して好成績を収めることができるのは、やはりトップチームでしかできないと言えるでしょう。そんな中、ようやくタイトルを狙えるようなトップチームのシートを手にしたドライバーがいます。今回は角田裕毅とも非常に仲が良く、お互い刺激し合っているかのような佐藤麻里乃についてのお話です。 F1 の直下カテゴリーの名称は2017年からそれまでの GP2 から F2 に変わっています。2017年からのシリーズチャンピオンを見てみると、シャルル・ルクレール、ジョージ・ラッセル、ニック・デ・フリース、ミック・シューマッハと続き、今年2021年はオスカー・ピアストリが参戦初年度で制し話題となっています。このそうそうたるメンバーを見るといかに F2 がハイレベルというのがわかりますね。ではその F2 ではどのチームが強いのでしょうか。2017年からの5シーズンでドライバーズタイトルを獲得したのはプレマが3回で ART が2回となっており、チームランキングで見るとプレマが2回1位となっており、カーリン、ダムスがそれぞれ1回ずつとなっています。ランキング2位はユニビル 2OC が3回獲得しており、 ART とプレマが1回ずつとなっています。ユニビル 2OC は F2 から撤退したロシアンタイムを引き継ぐ形で2019年から参戦しており、参戦してからは2年連続でランキング3位を獲得している強豪チームなのです。つまり F2 でタイトルが狙えるチームといえばプレマ、 ART、 カーリン、ダムス、ユニビル 2OC、 そしてハイテックあたりも含まれるかもしれません。プレマは2年連続でダブルタイトルを獲得しているので、来シーズンもタイトルに最も近いチームと言えるでしょう。今現在は来シーズンのドライバーが確定しているチームはほとんどなく、今後決まり次第順次発表されていくと思われます。2018年にユーロフォーミュラオープンでタイトルを獲得した佐藤麻里乃は2019年から F2 にステップアップを果たしましたが、参戦チームはトライデントというチームでした。トライデントは F1 でいうところのウィリアムズかアルファロメオのような位置づけのチームといえ、決して戦闘力の高いチームではないため、そこで好成績を残すというのはどんなドライバーでも至難の技と言えるのです。佐藤麻里乃はトライデントで2シーズン戦いましたが、2年間で8位入賞が2回で計2ポイントしか獲得することができませんでした。 F1 ドライバーになるためにはあくまで通過点とも言える F2 での2シーズンの成績はドライバーにとって非常に重要と言えるので、下位チームでの参戦はいろんな意味でリスクが大きいと言えるかもしれません。そんな佐藤麻里乃は早くも2022年も F2 で戦うことが決まっており、なんとそのチームは3年連続でチームランキング2位のユニビル 2OC なのです。この発表に驚いた日本のファンは非常に多いと思いますが、その裏にはあの伝説の元 F1 ドライバーの井上高千穂さんこと滝井上さんの交渉術があったのかもしれません。滝井上さんは残念ながら F1 では好成績を残せませんでしたが、その後実業家として成功しており、若手ドライバーの海外への挑戦をサポートしており、バーニー・エクレストンなどともつながりのある日本のレジェンドと言えます。滝井上さんはフットワークアローズでレースをしていた際、オフィシャルカーに追突され横転し、さらに消火器を持った状態でレスキューカーにはねられるという前代未聞の事故に巻き込まれた唯一の F1 ドライバーと言えるでしょう。アルファタオリでのテスト経験のある佐藤麻里乃ですが、 F2 でのこれまでの成績、
ホンダなどのメーカーからの支援がないことを考えると、トップチーム入りを果たしたのは、やはり滝井上さんが絡んでいるといえ、そうだとしたら、素晴らしい交渉術と言えますね。F2 での3年目というのが何を意味しているのかを、本人は誰よりも理解していると思います。つまり、トップチームであるユニビル 2OC に移籍した佐藤マリノの来シーズンは、ある意味最後の大きなチャンスと言えるのです。F1 でも F2 でも、当然ながら経験がものを言うので、3年目の佐藤マリノには、大きなアドバンテージがあると思います。しかし、世界のトップドライバーが集まる F2 には、今年のオスカー・ピアストリのような、とんでもない逸材が現れることがあります。F2 参戦初年度で逸材と言われた、ロバート・シュワルツマンでさえ、F1 のシートは得られず、F2 での2年目はランキング2位で終えたものの、いきなり現れたルーキーのピアストリに負けたことで、今や存在感が薄くなったように感じてしまいます。昨年ランキング2位を獲得し、今年はフェラーリのリザーブドライバーを務めたカラム・アイロットにも同じことが言え、彼はレースを求め、インディーへの転向を決めています。つまり、F2 で長期参戦するドライバーは、下位カテゴリーからステップアップしてくる、勢いに乗る、怖いもの知らずの若手ドライバーを終始圧倒し続ける必要があるのです。佐藤マリノのチームメイトは、伝説のライダー、ミック・ドゥーハンの息子のジャック・ドゥーハンです。現在18歳のジャックは、FIA F3 で、ランキング2位を獲得しており、シーズン終盤には F2 にスポット参戦をし、経験を積んでいる逸材です。F2 では早くもトップ集団で走ることもあった、ジャックの勢いは凄まじいものがあります。F2 ではチームランキングのためにチームからは、あまりチームメイトとバトルするな、と伝えられたものの、それを拒否。レース後にはチーム側に、申し訳ないが、自分もレースをしているから受け入れられない、と説明したと言います。まだ18歳の若者ですが、ここまでしっかりとしているジャックは、来シーズンの台風の目になる可能性が高いのです。佐藤マリノとしては、最低でもジャックと同等、理想としては圧倒して、タイトルを獲得してほしいと思います。さらに、来シーズンはレッドブルの育成ドライバーである、岩佐歩夢も F2 にステップアップする可能性が高いので、来シーズンの F2 は、今年以上に注目する必要があるかもしれませんね。このように F2 参戦3年目の佐藤マリノは、タイトルが狙える、勝てるチームからの参戦となります。来シーズン F1 にステップアップする張冠雄は、今年、ユニビル 2OC で、シーズン途中までランキングトップを快走しており、最終的に3位を獲得しています。張冠雄は今年 F2 参戦3年目で卒業できたので、来シーズンの佐藤マリノは、少なくとも張冠雄よりは、上の成績で終えたいですね。来シーズンはデニス・ハウガーや、ローガン・サージェントといった逸材も、F2 にステップアップしてくると思うので、近年稀に見る、激しいタイトル争いが見られるかもしれませんね。皆さんは、来シーズンの佐藤マリノは、チームメイトのジャック・ドゥーハンに勝てると思いますか？それでは、次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。